今回ご紹介するオートバイはホンダの C90 スーパーカブの90でございます。1970年初頭のモデルのようでございます。ちょっとね、先日リトルカブのちょっと整備をさせていただいた手前ですね、ちょっと違いをいろいろ見ていきたいと、思うわけでございます。もちろんリトルカブ自体はタイヤサイズ、ホイールサイズが違うとかですね、もちろんあるんですけど、まあ、基本的には、ホイールサイズに関しては17インチということなんですが、はい。まずですね、まあ、このハンドルが特徴的な、この形状ですよね。こういう形状のハンドルでございます。はい。まあ、カモメハンドルとかね、そういう呼び名があるのかなと思いますが。で、これ金属製ですね。はい。金属製のハンドルカバーでございます。はい。そして、特徴の一つ、これですね。ポジションランプ、ここにつきます。はい。アンドン、ね、アンドンってよく呼びますけども。はい。そういったものがついております。あと、ウィンカーの形状が、ちょっとね、特殊。ここに段付きがあるんですよね。段があるんですよ。で、まあ、この後のモデルだと多分この段がない、タイプ。で、これの前になるんですかね。ここもっとね、こう、とんがってる。丸くて、こう、とんがってるタイプ。3種類ぐらいあるかと思いますが、はい。まあ、こちらはね。で、先がとんがってるタイプと、この、段のない台形タイプ。まあ、R&P とか、こう、普通の台形タイプが付いてたかと思うんですが、そのあたりはね、部品出るんですけど、この段付きのだけは出ない。はい。そんな、ホンダさんの今の部品在庫状況でございます。はい。それで、こちらから見て、これメーター、なんかリトルカブとかとちょっと似てますね、感じが。で、リトルカブのこのハンドルの形も、なんとなく似てますね。ちょっとあちらにあるんで、ちょっとね、見てみたいと思うんですけど、こんな感じなんで、なんとなく似てますね。ただリトルカブの方はプラスチック、カバーがプラスチックですかね。はい。で、ウィンカーの取り付けも似てるんですが、ちょっと大きさが違いますかね。はい。そしてここですね、ウィンカースイッチ、やっぱりね、縦スライドなんですよ、右と左、はい、やっぱりね、横の方が運転しやすいような気がするんですが、いや、それは慣れの問題だっていう、ことでしょうか、はい、ただ、さすがに C110 とかは、こっち側にこういうのでついてますかね、はい、そしてこっち側ね、ヘッドライトスイッチと、そしてこっち側が、ヘッドライトのローとハイとポジションを切り替えるスイッチでございます。はい。で、まあ、ちょっとね、この、先ほど今、このね、ウィンカースイッチが右側についてるじゃないですか。はい。で、要はですね、これ右手だけで運転できるようになってるんですよね。だから、左側には基本的に運転中に操作するものついてない。まあ、本はありますけど、要は、右手で運転して左手には何かを持つということを想定してるんですよね。それがスーパーカブ、だと思うんですが、はい。それでこっちのスイッチですね。こっちのスイッチをちょっと見たいと思うんですけど、まずですね、こうポジションになってますね。で、ローとハイに切り替えられます。で、今キーオフなんですけど、こちらですね、ポジション。こっちですね。こっちがヘッドライトスイッチですね。右側のヘッドライトスイッチをこうオンにする。そうするとですね、ポジションがつくんですよ。今、キーオフです。はい。オフの状態で、で、後ろもつきます。ですので、パーキングの役目をしているみたいですね。ただ、これ、キーをもう、オフですからね、これ抜いて、うん、ずっとつきっぱなしになっちゃうんですよね。で、さらにですね、これすごいことにね、この状態でヘッドライトスイッチを移動すると、ヘッドライトつくんですよ。こういう感じで。で、真ん中だとこれがついて、ヘッドライトのこっちがつくんですね。はい。そういう仕様になっています。これがノーマルなのか、どうなのか、ちょっとわかりませんが。どうなんですかね。はい。まあでも、配線特にいじってないと思うんで、これがノーマル仕様だと思うんですが。あと、ホーンがありますね。はい。まあ、スイッチ類に関してはね、うん。だから、リトルカブだと、ですね、これがないだけですかね。ヘッドライトのオンオフスイッチがついてない。基本的にまあポジションもないんで、ハイロー、こっちがハイローだけですかね。それがでもついてますね。はい。で、まあ、当時っていうか、こう古い
ホンダのこのミニバイクのスロットルなんですけど、まあ、今のはね、こう巻き取り式、これをこう動かすと、ワイヤーが、まあ、下とか、こういう向きですね。こういう向きに入ってて、こうやって巻き取るのが普通なんですけど、ホンダさんのこの昔のはですね、スライド式になってます。こうやると、こう斜めに溝を切ってあるところを、こう、棒がヒュッとこっちに移動すると。で、ワイヤーはこういう風に入ってて、それで引くという仕組みになってるんですよね。はい。だから戻らなくなったりするんですね、これね。戻りが悪かったりするのは多々あります。はい。ちょっと調整して戻るようにしてるんですけど、はい。まあ、乗ってると多分また戻んなくなるのかなと思ったりもいたします。はい。あとですね、基本的な構造っていうんですかね。レッグシールドがあって、まあエンジンがここについて、下についてて、まあ、横型のエンジンですよね。で、ここに、カバーがね、サイドカバーがついてて、そして、後ろに、だいたいキャリアがついてると。そして、シートがあって、シートをこう開けると、ガソリンタンクがここにあると。いうのはですね、ずっと変わらない、作りですよね。はい。で、こんな感じでね。ガソリンタンク、鍵ないんですね。昔のは、ないんですね。はい。で、まあ、こう、吸盤になってて、でまあ、もうつかないですね。はい。で、昔のシート、なかなかこれ、ね、ここに、こう、おしゃれですよね。はい。はい。そのあたりなんですが、で、あとですね、こう、まあ、見ていくと面白い。フロント周りですね。で、これもボトムリンクになるんですよね。うん。それで、今の、まあ、リトルカブとかは、ドラムはですね、直接この、なんていうんですかね、これフォークって言うんですかね、ここの部分に、周り止めがあって、そこにパコってはまるようになってるんですけど、これね、ここに、その、こうロッドがついてるんですよね、トルクロッドっていうんですかね。これで、要は、ドラム、ブレーキのパネルが動かないようにしてる。こっちとこことちょっとついてますね。こことここにロッドが入ってます。はい。昔の本当にオートバイの作りですね。スポーツカブとかも同じ作りになってます。はい。まあ、基本的に、まあ、リムね、鉄のリムで、さらにですね、タイヤもね、2.5 の17、まあ、90なので、はい。で、これおそらく50だと 2.25 の17サイズがつくのかなと。だからこれずっと変わってなかったんですよね。日本の日本でずっと作ってたカブト。はい。で、やっぱりこれ昔のオートバイなので、こういうところにね、グリスニップルが、ついていたりします。ここもそうですね。はい、ついてますね。ここ。うん、で、定期的にグリスを、塗ると、注入するということになっています。はい。ちなみにここは、ここは樹脂なんですね。もちろんここは鉄。ここも鉄ですかね。ここは樹脂？ね。はい。で、エンジンなんですが、これ 90cc でございます。はい。で、50cc と 90cc で、この頃は、クランクケースが違ったようでございます。なので、クランクケースはこっち大きいタイプの、エンジンとなります。で、ここにね、これ昔の特徴で、フィンがね、入ってるんですよね。はい。今のはもう、今じゃないですね。これ、この後のはもうなくなっちゃいましたけどね。はい。で、これちょっとカスタムしてあります。で、伝送系が本当はポイントなんですけど、CDI になってます。はい。で、これ純正の CDI ですね。で、これ、このタイプのエンジン、MD90、また CT100 等も同じタイプのエンジンなんですけども、これの要はずっと後のタイプになりますけど、基本的にクランクケースが同じようなもの。なので、要はつくんですよね、CDI が。はい。なので、これ MD90 の確か CDI と中のパーツですね。それが入っております。はい。で、まあ、特徴的なのがシフトパターンですね。まあ、C100 がなんか同じらしいんですけども、一足、一回書き上げて一足なんですかね。で、下ろしてニュートラル。それでもう一回入れて二足。っていうようなシフトパターンを採用していると。1速と2速の間にニュートラルがある。まあ普通のリターン式のオートバイの作りですかね。
ただシフトパターン自体は逆パターンになるのかなと、思います。はい。で、まあ、90なので、まあ、2人乗りを想定してタンデムステップがついています。で昔のは折りたたみ式じゃないんですね。そのまま、出てるんです。はい。なんか引っかかりますよね。はい。なんかね、この辺りがやっぱりこう時代を感じさせるような気がいたします。で後ろ回りですね。後ろのウィンカーはこう根元ここから全部ついてるタイプなんですけど、まあ、基本的にはやっぱりね段付きで、こちらですね、テールライト、うん、テールライト、これ丸、ちょっと丸いやつもありますよね。これこちらはもう四角くなっているタイプ。ただですね、これ CB125 とか、多分 CB125 の JX だとか、そのあたりが、みんな同じタイプのこういうのを採用してたかと思うんですが、やっぱり70年本当その初頭とかだと ここですね、ここにリフレクターがついてるんですよね。黄色い、はい、黄色いリフレクターがついてるんですよ。これがやっぱりね特徴的な部分ですかね。はい。まあ、その他いろいろねあるかと思うんですけど、まあ、結構見ていくとね、ずっと変わんなか、ほとんど変わってないんだなっていうことをやっぱりつくづく思いますね。はい。でここスーパーカブ、これアルミですかね、アルミのこうね大きいスーパーカブというエンブレムがここについております。これ左右にねついてますけども、はい。でここに今原動第2種ですか、第2種原動機付き自転車、型式、運輸省ですね、まだね、運輸省認定、型式認定番号入ってますね。はい。この辺りね。でマフラーもねちょっと特徴的な、こういったマフラーがついています。で昔のはねディフューザー外したんですよね。脱着式のディフューザーがついております。はい。まあ、その辺りですかね。そしてですね、これ C90、 これ、まあ、この頃のなのかなのが、このキャブの燃料コック、ここについてキャブの横についてるんですが、これがですね面白いんですよね。まず一番こっち見えますかね、一番こ上です、まあ、真上ですね。これがオフ、そして一番こっち水平、こっちがオン。そしてここにとんがってる印があるんですけど、これがリザーブっていうちょっと変わった作りですね。はい。オフ、リザーブ、オンっていう作りになっております。はい。これねちょっと最初分かんなくて、だいたいね真ん中がオフだったりするじゃないですか。そう、だいたいそうですね、真ん中がオフで、最近のね、最近ついてないですね。難しいですね、最近って言えないんですよね、もうね。で、チョークがあって、チョークはこうやってね感じでございます。でこれはキックのみです。だからキックで指導する感じですね。はい。で、ちょっとねカスタム車なのでいろいろちょっといじってあるんですよ。うん、まあ、電装系がちょっとね、いじってあるので、違いが、まあ、あるんですが、ちょっとエンジンをかけて、ね、オンにして、リザーブで大丈夫ですね。そして、こんな感じですね。ここに水抜きの穴があって、ここから結構大きい穴ついてるんですよね。で開けてあるんですよね。でそこから結構音がうーって出るんですよ。はい。それでですね、これちょっと CDI になってますね。それで電装も 12V になってます。はい。ちょっとこっちのカバーを上げて見てみたいと思うんですけど、この車両は CDI 点火じゃなくてバッテリー点火なんですよ。なので、バッテリーで全てやってることになってるんですけど、そのあたりがちょっとね難しい部分もあるみたいですね。はい。でここに12V のバッテリーケース入ってます。はい。まあ、CT100 とかでも 12V するとき絶対やりますよね。はい。で、
いわゆる普通のあの YTX4LBS ですか、そのあたりが入ってます。でここにリレーはちょっと IC リレーですね、 12V のね IC リレーになってます。でこれなんですけど、確かですねスペーシーかなんかの CDI です。いわゆる直流用の CDI、 バッテリー点火のもののやつをっていうと、やっぱりなんかあんまりないみたいなんですよ。特にミニバイクですね。なんで確かスペーシーかなんかのを、利用したかと思います。はい、これが、右側のカバーですね。はい、右側のカバーにこんなもちろんのものが入っております。はい、で昔のやつってこう手でね、ここにノブがついてて、樹脂の手で回せたじゃないですか。リトルカブはマイナスの切ってあるボルトなので、なんかこう10円玉とか ドライバーとか、もしくはそういう硬貨コインみたいので回す感じになるんですかね。でもなんとなく この形状とかね、似てますよね。はい、そしてこっち側に、来まして、ちょっとですね見てみます。はい、で今度こっち側ですね。いいですよね、アルミのね、はげてきちゃってますけどね、この色がね、ちょっと金色っぽいところが。こっちはね、ちょっとギリギリで入ってるので難しい、引っかかるんですよ。はい、レギュレーターついてます。これも確かスペーシーかなんかのだと思うんですよね。こっちから出してここに止めてあります。はい、なので、まあ、基本的に 12V 仕様になっています。で、車体番号だとここですね、ここ。リトルカブもそうですけど、これは変わらないんですね。はい、C90 ですね。あ、ちゃんと7桁。本田さんはね、ずっと7桁なんですよね。他のメーカーはみんな今6桁、車体番号の部分が。型式、大体その型式があってハイフンがあって番号入ってるんですね。大抵6桁なんですけど、本田さんだけはもう、まあ、この頃は当然ですけど、今もう7桁やってますよね。強気ですね。うちは7桁売るぞって。さあ、これが、スーパーカブで、ギアをですね、ちょっとどういう風に映すと分かりやすいですかね。こういう感じですかね。まず、これで一足ですね。一足。それで、この状態で、これでももう入らないんですよ、ギアが。この後ろ行かないんですよね。はい。なので、この状態で、まずこっちを踏みます。と、ニュートラル。で、もう一回踏むと、これで二足ですね。はい、二足。それでもう一回踏むと、三足。はい、今3速で、もちろん3速か先は入りません。はい、なのでニュートラルに戻ると、はい、こういう仕組みでございます。はい、で最後なんかね、何かこうずーっとガーって回る音がするんですけど、うん、まあこういうものみたいですね。どうなんですかね。あとここにリフレクターもついてますね。この辺りがやっぱりなかなかよろしいんだな。あとですね、これ古いタイプなんですけど、ちょっとこれはね、私もあれなんで、ちょっと見ていただきたいんですけど、ちょっとセンタースタンドですね。で、古いタイプの、このタイプのカブだと、わかりますかね、ブレーキかけますよね。ほら、わかりますか。ほら、下がるんですよ。ほら、リトルカブとかだと、っていうか、まあ、リトルカブだけじゃないんですけど、最近、その難しいですね。もう今はほら普通のテレスコピックになってるじゃないですか。スーパーカブは C110 とかはみんな、まだその前の C90 とか C50の時代ですよね。でボトムリンクでこうやるとブレーキかけるとこうやって上がるじゃないですか。上がりますよね。これ上がらないんですよ、古いタイプは。
この機構が若干違うんですかね、これね、リンクの取り回しとかね、あの上がるのはどうも違和感を最初は感じる乗るとね、初めて乗るとあれって思うんでね、これだからあんま違和感ないんですよね。そのあたりが、うん、なかなか、うん、そうで、まあこれが欲しいっていう方いらっしゃるみたいなんですよね、このタイプ。ないで、まあ、だからただカブの90が欲しいっていう方は多分 この辺りはあのちょっと難しいので古いですしね。なんで普通の C90 っていうんですかね、あの新しいタイプ HA02 とか03っていうんですか、あのタイプですかね、だと思うんですけど、で BDS でもね過去1年で1台も出てないです、このタイプは。C90 っていう型式のタイプですね。フレーム番号が C90-っていうのは、ね、出てないですね、はい。やっぱそれが希少っちゃ希少なんですよね。うん、はい、そんな C90 を、ね、当時の、今から何年前ですか、もう50年ぐらい前ですよね。はい、C90 をちょっとね、見てみました。はい。まあね、やっぱり、大好物の方、ね、スーパーカブはもう大好きっていう方いらっしゃると思うんでね。でまたね、もうこと細かく最初の C100 からもうあれはこれでこれはこうだって分かってる方もねいらっしゃるかと思うんですけど、はい、見比べてみるとやっぱり面白いですよね。似てるんでもやっぱり似てるんですよね、やっぱカブなんですよね。だそのあたりがすごい、だから変わってない、実際変わってないんだけど、まあでも細かいところはやっぱりちょっと変わってる。そのあたりちょっと見るとすごいな、やっぱりすごいなって思いますよね。そのあたり面白い、うん、面白いですね、はい。リトルカブだけが昔ながらのカブの形ずっと守ってたような気がするんですよ。C90 とか C50 はなんかいろいろ変わって形とかね、で最後の方もちょっと違いましたかね。リトルカブだけはこの形でしたけど、まあ C110 に変わりましたからね、ちょっと変わっちゃいました。でもハンドルとかもちょっとカモメハンドルチックですもんね、リトルカブは。だそのあたりも、うん、まあいろんなのがあってね、エンジンがねやっぱり違うっていう、あの大きさがね、クランケースが違うっていう、互換性がないっていうあたりも、まあ、ちょっと特殊なのかなっていう感じがしますね。でまあ、この要は特殊なこの C90 はなくなっちゃったんですけど、 MD90 っていうものにねなっていってるのか分かんないですけど、 MD90 はずっと作り続けられてましたからね、ついこの間もね、ついこの間って言わないですか、もう MD110 が出てからかなり経ちますか経ちますね。ねフロントフォークも本当テレスコピックですしね、こっからついてますからね普通の要はオートバイと同じ構造のフロントフォークついてますからね、 MD90 はね、はい。まあ、そのあたりで、ね、好きな方もいっぱいいらっしゃるのかなと思ったりもいたします。こちらねオーナーの方も、うん、乗るんだったら MD90 の方が一般的でいいかなっていうふうにおっしゃってましたけどねやっぱりねちょっとねなんかやっぱりちょっと乗りづらいんですよね、シフトとかがね、ちょっとね、うん、まあ、慣れですねっていう確かに慣れなんですけどね、うん、なんかねこうガチャンってやんなきゃいけないじゃないですか。そこでちょっとでも、ね、これをかっこよく乗りこなすっていうのもねいいのかもしれないですけど、はい。今回ですね、スーパーカブ、1970年初頭になるんですかねの C90 スーパーカブ、こちらの紹介をさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。